ようこそ今日は、ミュージシャンズトークボリューム4、ご来場いただきまして本当にありがとうございます。このイベントはですね、去年のですね緊急事態宣言が、最初に出た時にですね、ライブとかも全部なくなって、家で何かできることないかなというのをですね、ミュージシャンの、みんなといろいろ考えて、岡山にあります服部神垣さん主催のもとですね、オンラインでの、トークイベントっていうのを、開始しまして、それはですね今年の2月から、ここの会場で、実際に演奏とトークと、私、大山がですねホストになって、全部の、しゃべり音楽を含めたいろんなものを楽しんでもらうという会をですね始めまして、で、今回4回目ということで、個人的に、昔からいろいろつながりのあるミュージシャンを、声かけさせてもらってるんですけども、今回は、4回目にしてちょっと本来そのもっとこのイベントがでかくなってから出てもらう、予定というかそういうはずの人だったんですけども、心よく、引き受けていただきまして、実現してしまいました。早速ですね、呼びたいと思います。東京スカパラデスオーケストラのトランペッタナーゴさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナーゴです。呼んでいただけてありがとうございます。恐縮でジャズというものをちゃんと向き合うのは10代の頃からやってなかったので、もともと僕はジャズ喫茶で働いてた店員さんだったんで。あ、そうなんです。はい、カクテル作ったりレコードかけたりで、こういう場所はもうずっと大好きで、なんかすごい落ち着く。あ、はい、でもジャズずっと好きでいらしてっていうのは前 3年前ぐらいでしたっけ、一緒に飲んだの。そうなんですよ、大山くんに3年前でしたっけ。3年ぐらい前ですね。ちょっと飲みましょうと。そうなんですよ、突然。はい、すみません。で、飲んでいただいて2人でだいぶ長い間。そうっすね、なりましたね。語りましたね。はい、どういうジャズとの出会いとかそういう思いとかね。もともとこう2人ともねジャズが好きで、はい、大山くんはそのマダラをジャズフェスティバルで、そうですね、長野、日野テレバスさん、日野さんです。はい、見て、はい、7歳の時です。そう、話しましたね。はい、7歳、7歳の時に見て始めるみたいなことには一応なったっぽいんですけど、すごい、はい、昔長野県マダラ高原っていうところの、スキー場で、ニューポートジャズフェスティバルっていうアメリカであるでっかいジャズフェスがあるんですけど、それの日本公演みたいなことで、80年とかぐらいから、20年近くをやってたフェスがあるんですよ。それの初回か2回目ぐらいだったんですよ、自分みたいな。高校2年生の時にお金貯めて、後輩、吹奏楽の後輩1人連れてってその後輩は中2だったんですけど、中2と高2の男2人が2人で仲いいっすねそれでマダラ高原のジャズフェスに行ったんですけど、で、3日間ぐらいあるんですよ。そうですね、3日ことがよくありましたね、昔。で、全部見て、で、さあ帰ろうって思った時に、僕バスにこう乗ろうと思って、はい、バス停まで行ったんだけど、はい、バス停がパンパンでバス乗らなかったんですよ。はいはい、で、うわー最後のバス行っちゃったって言って、その後輩とどうするって言って、もう一泊するしかないよねって言って、戻ったんですよ。戻ったらそのもう向こう側のちょっと丘の方からなんかすごいパーティーの音が聞こえてくるんですよ。はいはいはい、でもお客さんみんな帰っちゃってて、なんかすごい盛り上がってるんだけど行ってみようかって言ってみたら、そのマダラフェスの全部のアフターパーティーで出演者が全員いたんですよ。はいはいはい、なんとか潜入したんですよ。あ、したんですね。あ、素晴らしい。潜入して B.B. キングとか、あ、いました、ウィン・ショータとか、はいはいはい、フレディ・ハバードとか、はい、それのレジェンド
のミュージシャンたちがもうみんないて、出演者全員いる中で、はい、普通に全員のサインもらって、はいはい、なんか写真とか撮って、そうなんですよ。でそれはあのジャズを分かんない方はあれだったと思うんですけども、先ほどこうおっしゃってた、それこそね、B.B. キング、ウェイン・ショータ、B.B. キングだ、フレディ・ハバードだって、これはもう、いわゆる教科書のバリバリ乗るレベルのジャズミュージシャンなんですよ、うん、まあ、ジャズの中では。あと、クラーク・テイもいたし、はい、ジョン・ファディスもいたし、はい、あと、思い出すと、徳川家康がいまして、織田信長もそういう感じですね、はい、ジャズの。卑弥呼もいるみたいな感じですよ、ね。もう、本当。やばい状態が飯食べてるところに行くんですよ、卑弥呼に会えるんですよ、うん、いやでもね、会えるしすごいですよね、ジャズ触れ合えるんですよ、ね、うん、ずっと昔からレコードで聴いてた人たちが、はいはい、ここにいるんですよ、そうなんですよ、ビビるんですよ、あれ、はい、とにかくビビっちゃダメだって後輩に言い聞かせながら、まあ高校生で中学生でますから、ね、行くぞってそうなんですやっぱそこの音楽から多分、まあ、タモさんもそうだと思うし、俺もですけど、うん、ずっと音楽、トランペットを、まあ、好きでずっとやってて、まあ、ジャズミュージシャンっていう方向には俺は行かなかったんですけど、バンドっていう方向にやっぱ行ったんですけど、うん、僕もそうですね、うん、はい、僕もジャズミュージシャンになろうと思って高校生の時はずっと、もう高校出たら大学行かずにニューヨークに行くんだってずっと周りにみんなに言ってて、はい、でそしたら渋谷に、そしたらスカパラになったと出会ったんですね。スカパラって渋谷ってイメージなんですか、はい、渋谷ですよね、渋谷原宿あたりのストリートライブを、はい、うん、まあ、これがものすごく面白くて、確かですね、うん、本当にね、フェスもやってたから分かるんですけど、はい、あ、そういえば、はい、大山くんと初めて喋った時に、はい、あの挨拶しに来てくれたんですけど、はい、あの渋谷のストリートスカパラが仕切ってるって聞いたんだけど全然仕切ってないんですけど、一応挨拶は行かないといけないんで、はい、挨拶しに来てくれて、まあ、要は、まあ、あのこう屋台とか、うん、ああいうのと同じシステムなのかなとちゃんと上の人に許可と挨拶を取らないとっていうそんなないですから、そ、まあ、そういう感じで挨拶したと思うんですけどそんな感じで、あの、聞きました、はい、うん、おおって感じですか。いや、そういうことだって、その時点で我々はもうこっからバンド組んで上がっていくぞっていう時のね、もうトップのバンドの人ですから、うん、いわゆるスカパラサウンドってあるじゃないですか、スカですよね、ジャイアンの本、はい、トランペット、そしたらやっぱナーゴさんなんですけど、まあ実際吹いたことないんですよ、そういうスカの曲を、うんうん、はい、でちょっと前に一時期そのスカバンドを 一瞬1年ぐらい いたことがありまして、はい、それこそ奈緒さんとか吹いてる曲とかを何曲か吹いたんですけど、はい、死にました、え、しんどくて、本当ですか、はい、糸もあの動きながらこう簡単にやってるじゃないですか、簡単にやってないですけど、ね、ここは内面はどうかわかるんですけど、ね、泣きそうですよ、マジで、いや、辛かったです、うん、スカ、はい、でも、そうですね、ジャズ、いや、でもね、僕はジャズの方がきついと思うんですけど、はい、うん、まあ、その、いや、きついと思うんです、ジャズはジャズ、もちろん、うん、真剣に演奏すると大変ですと、トランペットっていう楽器は、うん、なんですけど、やっぱその、見てるだけのイメージと実際やってみるのは大違いなんだなっていうスポーツ選手っていうか、スポーツ選手の気持ちにならないとダメだなっていうのはある時期からすごい気づいて、あのこれアスリートじゃんって思って、はい、トランペッターって、はい、うん、それからなんかこういろんな体のことを考え始めましたね、例えばあの構えとか、はい、持ち方とか、はいはい、楽器もあの左手が、まあ、基本こうじゃないですか、はい、あの教科書に書いてある、はい、教則もでも黒人の人はこう持つんですよ、あ、はい、大体僕が好きな、はい、まあ、こうガッツリ、うん、好きな人は大体こう持ってるし、クイントもそうだし、はい、クリフォード・ブラウンもそうだし、はい、
まあ、マイルス・デイビスの短靴を。で、こう思ってずしばらくやってたんだけど、きついんですよ。なんか最近こう、ふわっと持つようにしてて、ここ当てないように。そう、これがやっぱり、教則法ってやっぱすごいなと思って、あ、うん、とか、なんかそんなようなとか、あの、一人家で、あの、フォームを研究してます、今、最近は。それだけじゃなくて、結構いろんな面で、あの、マニアじゃないですか。そうですね、今日も楽器のことで言うと、あの、初めて使うんですけど、これ、超ヴィンテージ楽器を持ってきました。1940年代の。あ、ステージ上げるの初めてってことですか。スカパラでは使ったのがないかな。レコーディングとか。レコーディングではないかもしれない。あ、本当に家で趣味として持っていた貴重です。ニューヨークバッグという、はい、ものなんですけど、ちょっとこれでちょっと今日はみたいな、こういうなんかちょっと沼があるんですよ、トランペット。ネジの沼とかね。やばいですよ、本当に。いや、ネジ言いますよね。トランペット飲み会っていうのがあって、はいはい、なんか40、50人集まって飲み会したことがあったんですよ。で、そしたらネジの話になって、はあ、ここについてるこのネジの材質がさ、みたいな話。ハイドーさんとかいる会社さ、そこをくり抜くとさ、すごい良くなるんだよねみたいな話になって、え、そうそうですよねみたいな、はいはい、うん、なんか盛り上がって、その多分その会じゃない会に参加させてもらったことあるんですけど、うん、あの、俺真逆で楽器全く分かんないですよ。そのなんだろう、あるものしかさ、そのそれしか吹いたことないんで、うん、要はそのいろんな楽器試すってあんましたことなくて、うん、ずっと同じの使ってるとかいうノリしかなかったんで、うん、そういう話になると全く分かんなくて、あ、でもね、つまんない、つまんない、そういう方がかっこいいですよ。いやいや、あの、知りたいんですけど、そのやっぱあるじゃないですか。あの、例えば俺車の免許ないんですけど、はい、あの、やっぱ18高校卒業ぐらいの時にやっぱみんな生きてこう将来のこう大学生活とか夢と希望を抱いて取り行くじゃないですか。俺の仲間もみんな行ってるんですけど、うん、で俺もそこで行っとけば取れたんですけど、なんかタイミング伸ばしちゃって、で、そのままズルズルと今日まで来ちゃってるんですよ。え、僕はあの、ずっと BMW に乗ってると思ってまして。ですよね。BMW って言ってますからね、はい、名前で、はい、BMW 乗ってるんだろうなってずっと。名前が大山 BMW 渡るっていう名前でクレジットしてあるんですよ、CD とか、うん、あの、まあ、南吾さんとかもちょっと分かると思うんですけど、その20年前とかそのくらいの世代のミュージシャンってなんかそういう名前つけたがるじゃないですか。ミドルネーム、ミドルネーム、真ん中ね、はい、あの、星みたいな。僕もでもね、ナーゴっていうのはミドルネームだったんです。名古屋ナーゴ君吉だったんです。あ、そうなんですね。で、やっぱミドルネーム、そういうことですよ。はい、で、俺もだからミドルネーム入れなきゃダメなんだっていうことで、はい、BMW って入れたんですけど。なんで BMW にしたんですか。これが、まあ、あの、大山なんで、はい、ビッグマウンテンです。で、下の名前渡るなんで、W。 そう、車関連のインタビューとか仕事結構来たんですよ、若い時。うん、去年の10月11月も車の仕事来たんですよ。うん、で、しかもその車、新車の、そのメーカーのなんかプロモーションで、その乗り心地をレビューするんです。来て、あ、すいません、ちょっと免許ないですけど、大丈夫なんですかね。あ、じゃあ助手席での感想でいいですよ。いただきまして。そうなんだ、 BMW の謎が、はい、今解けました。そうっすか、はい、でも演奏しましょう、はいはい、ちょっと俺、大吾さんとこうやって一緒に演奏するの多分初めてです。いや、じゃあやってみましょう、はい、いや、バラードいいっすね、はい、こういうのも本当にやらないですね。あの、10代の時にちょっとやったぐらいで。いや、なんでこの曲を、この曲、ボディ&ソウルっていう曲なんですけど、あの、なんでやりたいかなって思った理由があって、あの、その、さっき言った高校卒業してすぐニューヨークに行って、もうジャズミュージシャンになるんだって、もうみんなに、周りの人にみんなに言って、僕のトランペットの師匠にも言ってたんですよ。で、
もうやめとけやめとけって。で担任の先生とか友達とかみんな親とかも全部あのそれはもう言うこと聞かなかったんですよ僕は。なんだけどトランペットの先生が本当にこういろんなこうミュージシャンとしてずっとやってきた人がそう言うんだったらなら分かりました大学行きますって言って、うん、で大学とりあえずあの1週間だけ勉強して入ったんですよね。その学校に行く途中にジャズ喫茶があったんですよ。おでそこのジャズ喫茶でまず働こう時給400円。400円、うん、時給400円なんだけど戦前ですかなんだっけ、400円スタートなんだけどだんだん上がって10円ずつ上がっていくんですけど、はい、そんなこんなであのそこのお客さんとしてその大学のサークルのパーティーがあったんです、はいはい、そこのパーティーの大学のサークルのにいた人が来た方だったんです。先輩として全部上の、はい、でそれスカパー入ったんですけど、で、まあ、ニューヨークに行くっていう気持ちはもうふつふつとしてるわけですよ、はい、でもスカパラも楽しいからもう本当にこうあの毎回毎回ライブがねもうものすごい盛り上がるしこれは楽しいと思って本当に好きでやっていたんだけど、スカパラが初めて武道館のライブやって一区切りっていうところでニューヨークに行こうと思って、あの旅行なんですけどこれは。でいろんなこう行きたいところ思っていたところ全部チャーリー・パーカーが住んでたとかアパートとか、うん、そういうところも行ったりとか、まあ、いろんなビレッジバンガードとかいろんなライブハウスもぐるぐる回って、で、まあ、どんなふうに自分を感じるかな、どんなふうに思うかなっていう自分をこう夢の場所に来てどう思うかなと思ったんですけど、でその日がねたまたまなんですけどマイルス・デイビスが亡くなった1週間後ぐらいだったの10日後ぐらい。あ、そう、91年。うん。で、武道館ライブやってすぐ行ったら、本当に直前に毎日亡くなってて、さぞかしいろんなところで追悼ライブやってるかなと思ったら、割とみんな淡々としてて、あれと思って、どうしてだろうと思って、いろんな、こう、もやもやしてたんですよ。もやもやしたニューヨークだったんですね。なんだけど、とりあえず、ジャムセッションをやってるところには行こうと思って、朝までこうやってるジャムセッションのライブハウス行ったんですね。あ、すごいなと思ったんですけど、そんなに感動できなくて、ああこれでニューヨーク、僕のニューヨークを終わるのかと思って見てたんですけど、入り口でこうわー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 騒いでる人がいたんですよ。で何が起こったのかなと思ってふっと見たら、ホームレスの人が一曲歌わせろって、入り口で大騒ぎしてる。で多分ね、その、また来たか的な、あ名物、うん、そういう人だと思うんですけど、一曲歌わせたら、まあ、静かに帰るから、うん、とりあえず一曲歌わせてやろうっていうのが、この曲だったんですよ。ボディ&ソウルだったんですよ。で、そのボディ&ソウルのホームレスの人が、歌った歌声が、まあ、感動したっていうか、もう鳥肌が立ちまくって、これかと思って、なんか本当にこう心の底から音楽をやりたいっていう思いが音になるとこういう風になるんだって言って、ものすごい仕上がる声で、そんな上手くはないんだけどめちゃくちゃ感動しちゃって、もう涙が出る感じでなって、はぁ、あ、よかったと思っていや来てよかったってその時思ったんですね。そう、だから自分が張ってる電波と、うん、まあ、多分そういうセッションとかライブが噛み合わなかったんだけど、うん、多分そこに会うための、まあ、旅行だったというか、うん、結果的に、なんかね、自分で何かをこう納得させるためにそこに行ったんだけど、うん、あのホームレスの人のモディアンソル聞いて何か腑に落ちたんです。ドーンとよしっとで帰って戻って頑張ろうって思ったんですよ。まあ音楽、自分のね、やっぱそのすっきりするところって、まあいろんなタイミングがあると思うんですけど、良かったですね。でもそのだから場所とかいうことじゃないっていうか、音楽っていうのは、そうですね、やっぱりもう本当に心なんだなって思って、それがまあニューヨークじゃなくても、うん、だからたまたまニューヨークに行ってそう感じたんだけど、本当にこう心
から出る音っていうことこそが人を感動させるんだなっていうのを勉強できたんですね、あの時。いや、そうですね、俺もやっぱニューヨークが本当思い入れあるんで、うん、あのやっぱね、同じようにちっちゃい頃から憧れてたとこだし、うん、行った時はやっぱ行ったんですよ、いろいろ。一応俺は俺なりになんか感じるものあって帰ってきましたけど、うん、いやでもニューヨークってさ、あれですよね、もう本当に何かこう自分と向き合うことをさやらざるを得なくなるようなピリッとした感じがする。音楽だけじゃなくて、うん、やっぱそこの街っていろんな国の人いるじゃないですか、うん、それこそホームレスじゃないですけどの話だと、俺普通にこう見てって地下鉄とかでなんか冬とかなんか楽器吹いてる人がいて、結構でっかい黒人の方でこうで遠くで見ててすごいかっこよかったんですよ、一人で演奏して、うん、おーっつって。でまぁ、ちょっと遠くだったからまぁ、普通にそのまま見終わって曲の途中が終わらんですけど、立ち去ろうとしたらその人にマジでチップよこせって追っかけられたんですよ俺もダッシュ逃げたんですけど、なんかとりあえずわかんないか怖いから逃げたんですけど、うん、その強さたるわみたいな、ただ見するなみたいなことじゃないですか、ある意味それ、うん、ただ無線飲食するなみたいなノリだから、うん、強いなと思って、うん、うん、まあね、鍛えられますよね、多分ね。すごい速かったですよ、俺足、そこ普段遅いんですけど。でもね、トランペッターはね、あの僕の持論なんですけど、逃げ足速くなきゃダメなんですよ確かなんでかっていうと、ここ前歯折られたら終わるから、あもう絶対に顔を殴られないように逃げ足だけは速いですよまあ、喧嘩かっこよくないですね。いや、喧嘩、俺と思うんですけど、その逃げ足速いはもう もちろんだと思うんですけど、なんか強そうな人もいっぱいいるじゃないですか、トランペットの人って。今気が強そうな人、うん、で表面だけだっていうあるあるないですか。気が強そうな人は怖そうな人なんだけど、トランペッターの人で、うん、実はまあ結構ビビってるみたいな。なんかトランペットって不安な楽器じゃないですか。なんかいつもビビってるというか、うん、ちゃんとできるかな、できるかなと思う楽器だと思うんですよ。あの何でもいいんだよこんなの俺らみたいな人は意外と少ないっていう。意外とね、はい、うん、ビクビクしてますよ、ね、そうです、内心。それこそほら、あのマイルスとかも絶対そうだし、モロそうだと思うんですよ、うん、常にビクビクしてると思うんですよ。マイルスは多分ね、相当ビビリですね、じゃないですかなんか多いなって思って、日本人のトランペッターの人もそうだし、うん、だから例えば俺とかもそのゴーとか言うのも強がってるだけで、心の中はもう本当足なんかずっと震えてますし、言えないな、うん、トランペットに関してはだからそのさっきからスタミナあるって言われてるんですけど、俺ないんですよ。はい、あるように見えると思うんですけど、やっぱその今日も1曲目からバテてますし、バテて不安定は不安定なんですけど、今のは全く分かりませんけどね。ただまあその、あの若い時の方が体力なかったなと思うこと結構多いというか、うんうん、例えば 1日長いステージ、うん、まあ、今日とか2回やるじゃないですか、うん、こんな若い時無理でしたもん、集中力も体力も、うん、途中で飽きちゃうのが分かるんですけど、確かに、うん、でこれが例えば、まあ、例えば1週間続いたとするじゃないですか、うん、多分ヘッドヘッドになるんですけど、今の方がやれる可能性があるというか、うん、だから力の抜きどころが分かったとかっていうことだと思うんですけど、そうですね、多分ね、気力はね強くなってきたと思うんですよね、うん、なんかやっぱり僕はスカパラでデビューした頃って2曲目でもう音出なくなってました。あもうフルで全開で行きすぎて、はいはい、3曲目でプスワーって音が出なくなってて、そのぐらいやっぱりペース配分っていうのは全くからとにかく勢いだけで行ってたんですけど、なんかだんだんこう、うん、なんかこうそっちの勢いといろんなバランスがだん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 、だからトレーニングとかってしてます？それ走ったりとか。あ、めっちゃしてる。めっちゃしてる。めっちゃしてる。走りですか？この間週5でジム行きました。これもじゃあもう西島さんみたいな体ですかねいやいや、どうかまあわかんないですけど、まあそのムキムキっすね、多分それは。まあ、あのパーソナルトレーニングで。それってだからまあそれ聞きたかったのは、はい、こう年とともに増え、あのやろうって増えた感じですか？若い時はやってなかったですか？40代で明らかにこう落ちていくのが分かったので、はい、こうこの曲線をこう
こう持っていかなきゃいけないんで、このままって落ちちゃうんですか、うん、明らかに40代から50代にかけて あの下りラインが見えたんですよ、自分で。これ全然持たないなと思って、で そのこの間を埋めるためにトレーニングをやったらだいぶ楽になってきましたね。これそこなんですよ、全く運動してないんですよ。運動してない、何にもしてない。でもともと柔道ずっとやってたし、でもね、多分それがねずっとね一生の宝なんですよ。そうなんですよ、僕はやってなかったから何にも運動。それこそ去年からこうやっぱ自粛というか家にいる時間が多くなったじゃないですか、うん、で iPhone のヘルスなんちゃらっていうのがあって、うん、1日のこう歩数が全部出るんですよ毎日、うん、8歩とかですよねそれ逆に難しくない。いや、何の8歩なのか知りたいですけど、いや本当ね、あの階段とかもしんどい。絶対階段早いじゃないですか、歩くの。さあ、せっかちなんで筋力ですよ、それすごいせっかちなんで。ただ俺が1段登る間にもう上行ってますよ。1段飛ばしになると気が済まないんですね。マジですか怖っ、やだな、そんな先輩マジ動きましょうそうですね、うん、ボディ&ソウルボディ&ソウルですね、はい、いい音楽するためにはバディが大事だぞっていう曲ですもんねまあ、いろんな解釈それぞれ大丈夫ですよ、はい、皆さんのボディ&ソウル。いやいや、どうも、あの、はい、今日はでも本当にありがとうございました。おめでとう、ナオさん、ありがとうございました。今日は本当にナオさんのご意見ありがとうございました。